皆さんこんにちは。テレビハムラの時間です。連日の35度を超えるような猛暑は収まってきたようですが、まだまだ厳しい残暑が続くことが予想されます。炎天下の屋外だけでなく、夜間や室内でも油断せず、熱中症には十分注意しましょう。今年も暑い夏がやってきました。夏の気温や湿度で熱中症にならないように注意しましょう。熱中症は気温や湿度が高く風が吹かない環境で発症します。乳幼児や高齢の方は体温調整機能の未発達や衰えからさらに発症のリスクが高くなります。節電は大切ですが、室内で熱中症になる事例が増加していることから、エアコンなどの使用を控えすぎないようにしてください。また今年は新型コロナウイルス感染症の対策としてマスクをつけている方も多いと思います。マスクをつけているときは吸う空気が暖かくなり、体に熱がこもりやすくなります。マスク内の湿度が高まることで喉の渇きを感じにくくなり、気がつかないうちに脱水が進む可能性も指摘されています。例年の熱中症対策に加えて気をつけるべきポイントをご紹介します。屋外で人との十分な距離を確保できる場合はマスクを外す。マスクをつけているときは負荷のかかる作業や運動を避け、人との距離を取った上でマスクを外して休憩をとる。感染症予防のため換気扇や窓を開けるなどして換気を確保し、エアコンの温度設定をこまめに調整する。帽子や日傘で直射日光を防ぐ。喉が渇かなくてもこまめに水分を補給する。多量の汗をかいたときには塩分も補給する。カーテンやすだれなどを使って部屋に入る直射日光を防ぐ。栄養バランスの取れた食事と十分な睡眠をとる。次に熱中症の重症度を見分ける3つの段階をご紹介します。軽度の熱中症ではめまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらないなどの症状が見られます。中度では頭痛、吐き気、体がだるい、倦怠感が見られます。重度の熱中症になると意識がない、痙攣、高い体温、呼びかけに応じないなどの症状が現れます。熱中症になってしまったら涼しい場所に避難、水分補給、脇の下や足の付け根を冷やすなどの処置が効果的です。意識がないとき、自力で飲み物を飲めないときには救急車を呼びましょう。救急車を呼ぶか判断に迷ったら東京消防庁救急相談センターに電話で相談してください。周囲の方の見守りと早めの予防対策で暑い夏を乗り切りましょう。スマートフォンからゆるキャラグランプリに投票する方法について説明します。スマートフォンのブラウザからゆるキャラグランプリと検索します。初めて投票される方は ID 登録をしていただきます。画面をスクロールして ID 登録部分をタップします。赤枠内をタップしてカラメールを送信します。返信されてきたメールに記載されている URL にアクセスします。自分の好きなパスワードを設定したら登録完了です。
次に投票ページに移動します。画面の下の方にあるゆるキャラ名で探すにハムリンと入力してください。出てきたハムリンの画像をタップすると、ハムリンの説明の下にこのゆるキャラに投票するボタンがあるのでタップしてください。これで投票完了です。9月25日まで毎日1票投票できるので応援をお願いします。続いては羽村市動物公園の可愛い動物たちを超至近距離でお届けするアップで羽村ズーのコーナーです。飼育員にしか見ることのできない貴重な映像をたっぷりとお楽しみください。今回紹介するのはフンボルトペンギンです。日本の動物園水族館では比較的たくさん飼われている種類ですね。お腹の点々がちょっと多めなところが特徴かなと思います。野生下の方では少なくなってしまっていて、なんか日本の気候だとちょっと飼いやすいみたいで、日本では多いんですけど野生では少ないという形になっているみたいです。現在22羽ですね、います。食事は基本的にはアジのみですね、はい、うちではアジしか食べないです。結構食べますね。一番食べる時で全員で20キロは食べます。奥の方にですね、大人とちょっと模様が違う子供がいるんですけど、その子が4月の29日に生まれた、名前がブリっていうんですけど、お腹の点々がものすごく多くて、もうなのパッと見でもえっていう風になるぐらい点々が多い子で、ちょっとびっくりするのでぜひ見ていただきたいです。じゃあブリのお父さんお母さんはですね、フグとヒラメ、ヒラメがお母さんでフグがお父さんっていう感じで、うちのペンギンたちは全員海の生き物の名前がついています。続いては過去のテレビハムラの番組を振り返るアンコールテレビハムラのコーナーです。今回は
新型コロナウイルス感染症の影響で残念ながら中止になってしまった夏恒例のイベント、羽村夏祭りを振り返ります。もうおなじみとなったサンバですが、初めの頃は市民の方々も参加していたのをご存知でしょうか。初めてサンバが登場した平成11年の羽村夏祭りの様子をご覧ください。皆さんこんにちは。こんにちは。梅雨も明けまして、いよいよ夏本番です。羽村の夏の一大イベント、第24回羽村夏祭りがやってきました。市役所通りもすでに交通規制が敷かれて、普段見慣れている通りが夏祭り一色に一変しています。菊池さんは今日は浴衣でレポートですか。そうですね、普段着たくても着ることができないんですけれども、この夏祭りの機会を利用して着ることができてとっても嬉しいです。夏祭りって感じですね、うん、そうですね。今年の夏祭りですけれども、新たに、サンバ踊りが登場します。人の波と書く人馬にあやかりまして、みんなで参加できる場、サンバと名付けられました。軽快なサンバのリズムに合わせまして、皆さんが楽しく踊り歩きます。このサンバ踊り、これからの羽村夏祭りの新しい顔として続いていくものと思います。今週のテレビ羽村は、羽村夏祭りを中心にサンバに取り組む町内会の人々の姿などをお送りします。それでは行ってみましょうか。はい。こんにちは。毎年、はい、こちらの夏祭りの方には出店、はい、やっています。はい、どんなお気持ちで毎年出られてますか。まあ、当然町のため、皆さんのために、まあ、いいことをやろうと、から当然ながら、まあ、非常に安くやってありますこちら の、 お店の一番の売りは何でしょう。はい、そうそう、はい、これはあの、こちらがあのイカの丸焼き、これが一応あの鮮度が一番いいものを常に利用しております。美味しそうに焼けてますね。はい、ありがとうございます。それからこちらがゲソになります。はい、ゲソは一応ビールをお買いになった方にはあのタダで差し上げるということで、この辺もあのお客様には喜んでいただくような売り方をしたいと思ってます。あの繁盛してますか。今のところはねちょっと下火ですが、これから7時半ごろになるとガッとお客さん増えますから、それ頑張ってくださいね。わかりました。はい、一つよろしくお願いします。あの今年で24回目ということなんですけれども、ここまで来る間にですね、いろいろとそのスタイルを変えながら今に続いてきてるんですよね。はい、今年大きく変わった点といえばサンバですよね。そうですね、一番最初にねお話ししました通り、今年からサンバが登場するということで、まあ、いろんな団体サークル、たくさんのグループがですね、21団体、はい、500人以上の方が事前に申し込みがあったそうなんですね。この初めての催しを成功させるにはいかに盛り上げられるかにかかっていますね。そうですね、どこの団体も夏祭りを盛り上げようと一生懸命練習してるんです。テレビ羽村ではいろいろある団体の中で川崎西町内会を追ってみました。シリーズ町内会探訪、川崎西町内会のサンバです。ご覧ください。ド派手な衣装にラテンのリズム、羽村にサンバがやってきた。このサンバに挑戦したのは川崎西町内会の皆さん。一体どんな踊りを見せてくれるのでしょうか。羽村市スポーツセンターで行われたサンバ踊り講習会。ここに集まった人たちの中に川崎西町内会の皆さんの姿がありました。参加する場と書いてサンバと読むこの催し、皆さんに自由に踊ってもらえればいいんですけれども、なんといっても初めての体験です。まずは簡単なサンバのステップを習うことから始めました。スイフォーだ。これ最後のドンドンとか言ってる。もっと腰振るのかなと思った。意外と振らないのね。もっと裸だしね。そういうの
想像してました。そういうのさ想像してたの、サンバ踊ったでしょ、うん、今日初めて踊ったの。もう何回か踊ったの。うん、初めて。初めて、はい、うまく踊れてたじゃん。どうだったよ、踊ってみて。楽しかった。楽しかった。でもね、難しい。難しい。仕事帰りの男性陣もやってきました。うん、昔やっぱし若い時はね、結構こういう流行ったような、なんていうの、ゴーゴーとかそういうのは踊りましたけどね。これからもうこれに習って、俺たち、私たちもね、一生懸命やると思ってますよ。うん、男性たちも気合十分。今までの遅れを取り戻そうと、人のステップを見て研究を始めました。足が絡んで転ばなければいいんですけどね。余計ですかね。こうやって、よし。覚えました、もう。ちょっと、こっちに左行くのがダメなんだよね。左行くのは？もう左だな。はい、島田町内会長も合流して、自ら踊りの練習に加わっていきました。会長さんのリズム感もなかなかのものです。この楽しさをみんなに伝えたい。そして川崎西町内会独自のサンバを作っていきたい。基本ステップの練習に励む皆さんの表情からは、そんな気持ちが伝わってきます。夏祭りを2週間後に控えた7月16日、町内会の人たちが集まって練習会を行いました。会館の中では自然発生的に練習が始まるほどの盛り上がりを見せていました。その前、左、だから左で出たら左で戻る。1、2、3、はい、2、3、はい、もう汗かいた。先日作ったパレオも到着。緑、あれ入ってるかな。じゃあ巻いてください。真新しい衣装を身にまといます。会長さんも例外ではありません。これはどう切んの、どう切んの、どうに、はい、横にすんのね。横にね、とりあえず、とりあえずあれはなんだっけ、よくしてやりましょう。じゃあ先生、もう行って。せーの、1、2、3。会場にいる人のほとんどがこの日初めてサンバを体験します。皆さんに印象を聞いてみました。みんなで楽しんでできそうですね。なんか今まであまり参加できなかったんですけど、今までないメンバーが参加するような感じですね。どうもどうも。練習時間が来ると次から次へと人が集まってきます。そう、この町内の人たちはとても仲良く、しかも行動的なんです。なんだよ、何よね。なんで俺でこんなの見てくれるの。黙ってりゃ。ご近所同士が一つのことに挑戦し、羽目を外して思い切り楽しむ。川崎西町内会の皆さんはこうしてコミュニティを深め、真のご近所付き合いを築き上げているようです。みんなが仲良く住みよい町、川崎西にはそんな空気が流れています。夏祭り当日、出番を待ちきれない会長さんが川崎西町内会をアピールしながら他のサンバチームの応援にやってきました。でもね、バカな方だからさ、やるけどね、今日もう全然乗っちゃう、もうバカになっちゃう、それ以上バカになっちゃう、今日は負けてらんないでしょ。負けてらんない。
さあ川西サンバの始まりです。見ても分かる通り楽しい楽しいだけ。もう町内会がね本当に盛り上がった。楽しかった。親切、明朗、快活、情熱、人情、もう羽村に住むなら川崎西町内会バッチリです。大丈夫です。ぜひ川崎西に住んでください。楽しいと思います。初めてにもかかわらずたくさんの人が楽しんだ川崎西町内会のサンバ踊り。みんなで作り上げた川西サンバはこれからもっともっと盛り上がること間違いありません。サンバ踊りなかなか乗っていましたね。そうですね。この夏祭りの顔になるかもしれない第一日目のサンバですから紹介しない手はないですよね。そうですよね。でもこのサンバの様子には川崎西の人しか出ていなかったようですが、その他の様子はどうなんでしょうか。はいはい、任せてください。ちゃんと用意してございます。それではここで先ほど行われました開会式、そして市民の皆さんの声、夏祭り会場の様子などをお伝えします。ご覧ください。録画融通が効いていいですね。毎年毎年多くの市民の皆様とのお世話を頂戴いたしまして、素晴らしい形でこのお祭りが行われております。地域ならではのお店のこととかいろいろ知ることができるので、やっぱり年に1回楽しみにしてます。子どもさんも楽しみですよね。そうですね。やっぱり今日はもうとっても楽しみに待ってたので。すごい楽しみ。いやー、男の人たちみんないいじゃねえの。うん、自分もやりたいような気がなりまして。マジ暑いですよ。もうね、サウナスーツと一緒ダリーとします。まあこれはなかなかいい声、音だよね。気分どうですか。最高ですよ。やっぱり音楽っていうものは原点は同じような気がします。さて日も傾きかけてきて24日のメイン夏任場踊りが始まっています。それでは早速お話を聞きに行きましょう。はい。
はどんな意気込みですか。今日はですね、完走することですね。はい、頑張ります。結構長いんでしょ。長いみたいですね。実を言うと重たいでしょ。重たいです。でもさっきちょっとお酒もらったんでね、活気つきました。楽しんでくださいね。ありがとうございます。どうも。こちらは小作本町ですね。去年と比べてどうですか。うん、そうね、どうでしょうね。暑いでね。え、去年と比べてどうですか。楽しい、楽しいです。うん、楽しいだけ。毎年出るの、これが楽しみ。でもそれはすごいこと。小作はもう固まってますので、いつももう全員で楽しく、やってます。うん、もう楽しく踊って、一杯飲みながら。ちびっこも頑張ってまーす。手あげろ。ちょっと回してみてもらえませんかね。はい、回しましょうか。はい、行きますよ。どれぐらいかかったでしょう、作るのに。20日間ぐらいじゃないですか。はい、皆さん仕事終わったからとか。そうです、毎晩夜鍋に。夜鍋に、はい、何時ぐらい。20人ぐらいでね、はい、9時頃まで毎晩かかりました。それほど大きく見えなくなっちゃったけどね。もっと大きいかなと思ったけど、はい、やっぱりこれだけ大きい場所だと今少し大きくてもいいかったなと。来年はまた賑やかなお祭りが開催できるといいですね。さて、今週最後は市内に遊びに行ったハムリンを見つけるハムリンどこだをご覧いただきながらお別れです。ハムリンはどこに遊びに行ったのでしょうか。今週もテレビハムラをご覧いただきありがとうございました。